小説どうだろう。ごきげんよう、ベルです。今日も本を読む文学 YouTuber です。文学 YouTuber センター現代文に挑戦、イエーイ。受験生の皆さん、センター試験お疲れ様でした。もう問題回答で揃って少し落ち着ける人もいるかなというところだと思うんですけれども、私読書が大好きで、文学 YouTuber としてその本の魅力というのを発信していまして、もう毎日作者の気持ち考えちゃってる。だからセンター国語現代文解けるんじゃないかなって思うんですよ。まあ自称 JK ですし全然ね、どんな内容が出たのかとか難易度とかの感想も一切今知らない状況なので、とても新鮮に試験を解ける状態です。ということで、センター現代文のみなので制限時間40分、40分後には私の学力が露呈してしまう。頑張って真面目に解いていきたいと思います。それではこの時計で40分になったら始めます。試験開始。ダメだ、もうあと5分しかない。ちょっととりあえず全部3に丸つけとか。あ、終わりました。今終わったんですけど全然解けませんでした。時間が足りなかった。配分間違えたので適当に丸してしまったものは後でその得点にするんですけど、一旦ちょっと時間関係なく解いてみたいと思います。はい、ボーナスタイムも終了しましたので答え合わせをしていきたいと思います。あんまりひどかったらお蔵入りになる可能性があるんでね。あ、小説どうだろう。めっちゃドキドキする。書こうか。はい、結果が出ました。それでは私のセンター現代文の得点を発表いたします。100点満点中87点。やったあ、ちょっとボーナスタイムありですね。なかったらもう小説が後半解けてないので66点かな。テクニック的なところが磨かれておらず、まあ、現代文もうちょっと時間割いて解いてる方もいらっしゃると思うので、1時間かかってたのが50分ぐらい、で87点でした。個人的には満足しています。まあ、どこで落としたかなんですけれども、これ内容が第1問が文学作品の翻訳に関する評論で、こちらは全部得点できました。で、2問目は家族に関する寂しさというのを感じている主人公が友人と月見草を探しに行ってで心情の変化が現れるっていう内容の小説でございまして、ここで問い5で8点失って、問い6が1つしか正解できなかったので5点失って、どっちも迷っていたところだったのでめちゃくちゃ悔しいです。心の動きを選ぶやつなんですけど、全然人の気持ち分かってなかったですね。妻の病も回復に向かうだろうという希望を持った。ここまでの推測はしすぎ。1番妹の快活な性格を表現していると言いますけれども、妹も寂しい状況にあったのでやりすぎ。結構集中力使ったんで、受験生の皆さんこれをね何科目も解いていくっていうのはすごく大変な作業だなと思いました。あとね、私の友達で斉藤くんってね、理系センター1位の子がいるんですけれども、彼は881点だったので落とした点数19点なんですよ。私国語だけでねもう13点落としてるんで、なんだあの化け物はと思いました。まあでも個人的には文学 YouTuber の体裁は保ってたのかなとは思っています。平均ってどれぐらいなんでしょうね、気になる。ちょっと他の年を解いていないので、難易度とかはねわからないんですけれども、普段本読んでる時に読み解くっていう感じでは考えていなかったので、今になって触れてみるとね、理解深めるためのクイズみたいで面白いなっていうふうには感じています。受験生の皆さんはまだまだね戦いが続く方もいらっしゃると思いますので、体調に気をつけて頑張ってください。それでは最後に受験生の皆さんにエールを送りたいと思います。絶対5
はい、最後までご視聴ありがとうございます。この動画面白いなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。ちなみに今読んでいる本は今井明さんの光の人です。